横綱に次ぐ各界の最高ランクである大関の地位から長期謹慎処分により番付を3段目まで落とし、天国から地獄を味わった朝乃山ですが、2023年11月には前頭筆頭まで番付を戻しています。そしていよいよ大関復帰も視野に入ってきたタイミングで巡業中に左足を負傷し、11月の本場所を初日から休場することになってしまいます。再びここで番付を大きく下げれば、上位への復帰は年齢的にも厳しくなり、夢の横綱昇進どころか大関への復帰も絶望的な状況となってしまいます。そこで今回の動画では朝乃山の現在の置かれた厳しい状況をご説明するとともに、過去に大関陥落から復帰を果たした事例や関係者の朝乃山に対する評価などから、朝乃山が大関に復帰する可能性がどれくらい残されているのかについて考察させていただきます。苦境に立つ富山の人間山脈。2023年9月場所千秋楽、朝乃山は勝てば優勝が決まる新生熱海富士との対戦が組まれましたが、元大関としての力を見せつけ、朝乃山が力強く白星をつかみ取っています。朝乃山のこの相撲を見た観客席からは多くの歓声と拍手が起こり、前頭2枚目の番付で9勝6敗と勝ち越しを決めたことで大関復帰への可能性を大きく期待させました。しかしそんな朝乃山の復帰への勢いに水を差すアクシデントが発生します。本場所直前の10月28日の秋巡業でぶつかり稽古をしていた朝乃山は左ふくらはぎ肉離れを起こしてしまい、その影響で三役目前の番付で迎えた11月場所初日から休場するという苦渋の決断を迫られることになってしまったのです。その後途中から出場に踏み切ったものの、9日目の取り組みで大関霧島に敗れ、この場所での負け越しが早々に決まってしまいます。さらに復帰後の朝乃山には相性が悪い力士が存在しており、新鋭大関の豊昇龍もそのうちの一人です。朝乃山が幕内に復帰してからの4度の対戦ではその全てで豊昇龍が勝利しており、取り組み内容では朝乃山の得意な回しを掴んだ体勢から豪快に投げ捨てられ、苦渋を舐める結果となっています。また朝乃山と同じ右四つと寄りを得意技としている北青鵬にも規格外の身体能力に翻弄され、得意な形を作りながらも2連敗を喫しています。ちなみに現在の大関昇進の目安は3場所連続で小結もしくは関脇の地位であり、通算の勝ち星が33勝以上であることと、大変厳しい条件となっています。3場所連続で小結以上の番付をキープし、場所平均で11勝以上の成績を残すためにはそのわずか一つの黒星が大きな意味を持っており、大関復帰を目指すためには苦手力士や相性が悪い力士の存在は命取りになるとも言えるでしょう。怪我からの復活とは別に、朝乃山には謹慎期間中に新しく頭角を現した新鋭力士たちに対しいかに攻略を進めていくのかが重要なポイントにもなってくるでしょう。大関復帰を果たした力士。2場所連続で負け越すと関脇へ陥落。関脇に陥落した直後の場所で10勝以上すれば大関に復帰。このように規定された大関という地位の陥落や復帰に関する制度は1969年7月場所に施行されます。そして1969年7月場所以降、大関陥落直後の場所で10勝以上して復帰できた力士は三重の海、貴ノ浪、武双山、栃東、栃ノ心、貴景勝の6人となっています。特に栃東は怪我の影響により2004年には2回も大関陥落を経験していますが、2回ともに直後の場所で10勝以上の白星をつかんで大関復帰を果たしてます。怪我に苦しみながらも2度の大関復帰を経験した栃東は、稽古で一番重要なのは四股、すり足、鉄砲の基礎、基礎をやらないと怪我をすると基礎稽古の大切さをメディアのインタビューで明かしています。また師匠としても第62代横綱大乃国らを育成した元大関海傑は1975年11月場所で肘の怪我により大関から陥落し、直後の場所では7勝8敗と特例復帰を果たすことはできませんでした。しかしその後も腐らずに稽古を続け、後に14勝1敗で幕内優勝するなどの活躍を見せると、その結果1977年3月場所で再び大関に昇進しています。当時は肘の怪我を心配するあまり、周囲からは解決に休場を勧める声もありましたが、休場するのは試合放棄と同じだし絶対に休まない、3
最後まで勝ち越しに挑戦すると力強く宣言し、怪我との戦いにも打ち勝つ精神力の強さを見せました。このように大関復帰には十分な稽古とともに精神力の強さ、そして怪我の克服が必要であり、少なくとも生半可な気持ちでは到底かなうものではありません。しかし栃東や解決など過去の先輩大関たちが辿った軌跡を辿ることは、怪我と戦いながら大関復帰に挑んでいる朝乃山にとっては大きなヒントになることでしょう。逆境に挑み続ける朝乃山。朝乃山はこの一件に限らず、謹慎復帰後も数々の逆境に直面してきました。2023年7月場所では、場所の途中に左腕を負傷してしまい、8日目から途中休場するアクシデントに見舞われます。当時の左腕の怪我の程度については、師匠の朝関龍も、朝起きたら左腕が動かない状況だった。どれくらいで相撲が取れるようになるかはわからない。と、再出場は不可能であることを、暗に示唆するような発言を残しています。しかし、朝乃山はここでも卑屈になることはなく、なんと10日目の夜には師匠に向かって、番付は休んで下がるのと負けて下がるのは全然違う。土俵ではお互いに命をかけて戦いたい。と再出場を直訴し、朝乃山の強い覚悟に心を打たれた師匠の朝関龍は、出場を承諾しています。この覚悟が功を奏したのか、12日目からの再出場後には、4連勝と獅子奮陣の勢いで白星を重ね、その結果、この場所での成績を8勝4敗3休と勝ち越しを決めています。この朝乃山の土壇場からの逆転勝ち越しには、これはもう完全に大関の相撲、大関と言わずさっさと横綱まで上がってほしいと、多くの相撲ファンに朝乃山という力士のポテンシャルを強く印象付けました。また2023年11月場所の休場が発表された際にも、朝乃山は仮に負け越してても途中からでも出場したいと基礎稽古を重ねながら自身の覚悟の強さを示しています。そして公言通り、8日目から出場してきた朝乃山は9日目に敗れて負け越しが決まってしまいますが、復帰初戦の8日目にはこの場所綱取りをかけて戦う大関貴景勝に勝利するなど、自力の強さを証明する一面も見せています。さらに勝ち星は上がらない中でも、三役力士ら上位陣との対戦が続くことについても、ブランクを埋めるためにもありがたいと、逆境を糧とすることができることへの感謝の言葉を述べています。奮闘するライバル力士たち、各界には朝乃山同様、逆境にも負けずひたむきに相撲に取り組む力士が多く存在します。かつて大関でもあった高安もその一人と言えます。高安は腰痛の悪化により2019年11月場所大関陥落の屈辱を味わいました。陥落後も怪我による休場を何度か経験する羽目になりますが、愚直に相撲を取り続け、2023年1月場所は東関脇の地位まで復帰することに成功しています。その後再び怪我などで番付を落としてしまいますが、2023年11月場所では東前頭3枚目とまだまだ幕内上位で活躍を見せています。さらに宇良も2017年7月場所に第70代横綱春馬富士から金星をつかみ取るなどの活躍を見せ、将来を有望視されていた中で右膝の大怪我を負い、番付を序二段まで大きく落としてしまいます。しかしそれでも復帰を諦めることをしなかった宇良は着実に番付を這い上がり続け、2023年には自己最高位でもある前頭筆頭まで番付を戻しています。他にも入門から前頭3枚目まで一気に番付を駆け上がった友風は2019年11月場所2日目、土俵下へ転落し右膝に大怪我を負う悪夢に襲われました。この大怪我は4回も手術するほど深刻なものであり、これについては友風自身も、あの瞬間のことは一生忘れられないと怪我の壮絶さを物語るような発言を残しています。しかしこういった怪我の恐怖との戦いに打ち勝った友風は序二段まで落ちた番付を徐々に戻していき、2023年にはついに幕内復帰を果たしています。彼らのように復帰絶望と思われた怪我などからの復帰を見せた力士の存在は、復帰の道のりの途中で苦境に立たされている朝乃山にとって大変大きな刺激になることでしょう。朝乃山の大関復帰は怪我などとの戦いもあり、決して楽観視できるものではないでしょう。しかし長い大相撲の歴史の中では、復帰は確実に難しいとされた状況からでも見事に復帰を果たし、従前よりも大きな活躍を見せた存在も少なくありません。朝乃山については
自力の部分は多くの関係者が認めていることは間違いなく、決して卑屈にならず前を向いてポジティブに相撲を取り続けていけば、大関復帰が現実のものとなる可能性は十分にあると考えられます。現在の相撲界で活躍を見せる新たな若い世代の力士の中に再び朝乃山が割って入り、白熱する相撲を見せてくれる日が来ることを多くの相撲ファンが期待していることでしょう。